Hazard 6. はい、こんにちは、ブルフォースです。本日もね、バイオハザード6をやりながらですね、まあ、雑談やっていきましょうか。前回ね、超しつこい男につきまとわれながら、まあやってたわけなんですが、まあとりあえず一発目はクリアしたっていうところかな。ところがまあ、もうこれ、すぐ出てくるっていうね。こいつでもどういう身体能力してんだろうな。どうやってここに出てきたのかってちょっとよくわかんないんだけど。え、ちょっと待って、え、おー、なかなかえぐいやん。マジか。ごめんなさい、開始1分経たず死亡というね。はい、いやー、これちょっとむずいかもしんない。これあれ、ちょっと待って、え、ちょっと待って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 、さっきスペース出てたやーい。あー、ちょっとのっけからこれは申し訳ない。あー、やっちまった。かわいいということで許してけど、はい、とりあえず1個ドン、あれドン、あ、なくなった、 OK。じゃあ、これは、あ、オッケーオッケー、モロバーンって食らってないって、これ誰が運転してんのよ、本当にねえ、まあ、誰でもいいんだけどさ、てか、あれ、あいつどこ行った、ん、あれ、あ、あった、ちょっと待って、狙う、ちょっと待って、撃てない、あ、あ、いて、あー、まあいいや、あー、復活してきた、おかえり、うん、そう、まあね、もう3月入っちゃいましたよ、もう皆さんね、早いよ、本当に。これがあと6回繰り、あと5回か繰り返されたらね、だから 2ヶ月が過ぎましたけど、5回繰り返されたらもう2022年も終わりだからね、早いよ、本当に。もう今、ちょっと1週間くらい前だけど、ロシアのウクライナ侵攻とか怖い話とかがさ、まあ、いろいろ出たりとかしてるけどさ、もう本当に。もう世の中何が起こるか分かんないし、個人の人生でも何が起こるか分かんないしっていう中でさ、必死になっ、あれ、あれ、特にダメージ与えた感じしなかったんですけど、これってあれなのか、消化時間イベントなのかな。オッケーオッケー、じゃあやっていきましょう。うん、そうそう、でね、あの最近ね、あの僕の会社の上司があのコロナにかかっちゃったんですよね。うん、なんかちょっと連休を、まあ休みを取られてて、まあどっか多分旅行行ったんですけど、詳細聞いてなくて、すみません、熱が出てコロナかかりましたっていう連絡がメールで、まあその部署のみんなに来て、で、あのテレワークすることになります。なんかアパホテルに隔離されてるみたいですね。なんかあのウェブ会議で、あのウェブ会議をした時に、あのこんなお弁当が支給されてますって言って、本当に小さい、なんか9個に分けられたお弁当があって、あ、こんなんで足りぬのかなみたいなお弁当とか支給されてましたけど、まあまあコロナにかかるのはね、もうね、だって旅行に行こうが、普通に生活してようが、もう今あのどこでも起こり得てしまうことだから、まあいいわみたいな感じなんですけど、うん、それあのね、問題は会社よ、マジで。あの今回その上司がコロナにかかったことで、なんて言ったらいいんだろう、あのその会社がいろいろ言ってきたとか、そんなんじゃないんだけど、あの某なんとかホームさんで、社長があのコロナワクチンを受けたらクビですみたいなこう発信をして、ものすごいことになってたじゃないですか。もうでも去年くらいかな、うん、あ、バカかこいつって思って、そのなんて言うんだろう、これ、え、あは、あんな飛ぶ、さっきまで切り刻まれてたのにチェーンソーでやられたらなんか飛ぶとか、そんなあるんだ、お、優勝、甘いわ、シュッ、で、え、二つねー、マジか。いや、それは知らんかった。そうか、二つ目あんのか、ミスったな、クソ。ちょっと待って待って、ない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 、もう一回同じ、避けて、フ、はい、スペース、オッケー、避けて、え、ちょっと待ってよ、全部の QT 引っかかっとるやん。うわー、うざー、なんでマジでないわー。まあいいや、ちょっと、もうさすがに4つ以上はないでしょ。ちょっと3つで、3つで。はい、R。避けて、かっこよく、スマート。避け方がスマート。これがクリスだったら、んだーとか言ってそう。で、クイック、OK。
よいしょ、え、あ、まだ戦うの、あれ終わりじゃねえのかこれ、マジか、なんだ今ので終わり、思わせぶり、あ、まあいいや、そうそう、あ、コロナの、そうそう、この上司がコロナにかかったって話ですけど、コロナにかかるのも仕方ないと思いますよ。僕ももしかしたらかかってたかもしれないけど、 PCR 受けてないだけでそういうのがないっていう話ですからね。で、まあ、それはいいと。で、問題はよ、ワクチンを受ける受けないとかっていう話はもう個人で判断しなきゃいけないわけじゃないか、判断していいわけじゃないですか。だってそのコロナがそのなんかね、そのインフルエンザと比べたら、まあなんとか株にもよるけど、その大したことないみたいな話とかってのは あるんで、それはね、いい、どうするかっていうのは個人の判断だと思うんですよ。なんて言ったらいいんだろう、まあ、僕もコロナ自体のそのあれは大したことないと思ってるんですけど、うん、ただそうは言ってもやっぱり風邪なわけですよ。で、風邪、ただの風邪だったとしてもこじらせたら肺炎になったりとか、ね、死んだりとか、ね、マイコプラズマうんぬんとか、まあ、これ肺炎とかね、死ぬ可能性だってあるわけですよね、うん、それで薬飲むとか病院行って治療を受けるとかっていうのは個人の自由っていうか、命に関わることなんだから、ね、その病気のそのリスクが高いとか低いとかじゃなくて、もうそのリスクがある時点でもうなんかしなきゃいけないわけです。対処しようって個人で思ってやっていかなきゃいけないわけなんですよね、うん、それをうちの会社も安易にめんどくさいから PCR 受けるなとか、そうコロナかかっ、いや、そのなんていうんだろう、コロナのワクチンはもうなんか、まあ、一応受けてはいいけどちゃんと考えろよみたいな、それってちゃんと考えろよって言い方をしてる時点で安に受けるなって言ってるようなもんじゃないかって思うんですよね。で、それでもし万が一のことがあって、コロナは大したことない大したことないとかって言ってるけど、万が一のことがあって実際に今死者増えてるわけじゃないですか。そのオミクロン株とかでめちゃくちゃね、人数が、感染者の人数が増えて2月初旬くらいでピーク迎えて、で そこのタイミングでかかった人たちっていうのがこう連日こう何百人何百人ってちょっとおっぱいが見たい、連日何人何人っていうのでね、亡くなってってるわけじゃないですかね。このラシエンで全然安心して遊べなさそうですけどね、人気のキーもなんかちょっと難しいキーだしね。はい、じゃあ次行く。それをなんかね、ワクチン受けるなとか PCR 受けるな、めんどくさいからとかって言ってんのはもう本当に、この会社でもしそのコロナで人が亡くなったとかってなったら、もう会社がこう言ってましたっていうことをもう公にしなきゃいけないなって思ってるんですよね。いや、言ってたって、言葉だけだったら残念ながら多分ね、その証拠はなんかうまいこと顧問弁護士がつけられてもみ消されるかもしれないけど、メッセージに書いてくからねもうほんとバカじゃんって思って、ねえ、これが1階の会社のやることかよってね、偉そうに毎日毎日言ってるけど、本当にそれやるくらいだったらもうさっさと解散しろよとかって思うんですけどね。そんな文句を言いながらね、どっかやった転職したりとか、なんか事業を起こしたりとか副業やったりとかっていうことをやってない自分がね、まだまだ未熟だなっていうふうに思うんですけど、まあでも思いますよ。皆さんはその、まあ、会社がどういうかっていうのはありますけど、結局命守ってくれるのは自分と、よくて家族くらいですからね。会社なんかその赤の他人だからどうも思ってないですから、だから家族は、あ、じゃあ会社の社員はファミリーだとかね、言ってるような会社ほどね、ブラック企業がないと個人的に思ってますから。ああ、僕の会社は残念ながら、家族どころか、もう奴隷にしか思ってないような、あれ、家族なんて文言見たことがないんでね。うん。家族どころか、もう奴隷どころか、もうなんかもういいように使う駒みたいなね、もう僕らポーンですから、ポーン。うん。なんか自分はキングだと思ってるかもしれないけど、うん。残念ながら、僕らはポーンなんでね、まっすぐ進んで取るときには斜めにしか動けないっていう、そんな感じだからね、あ、本当に。はぁ、ねえ、コロナって本当大変だよね。その、コロナにかかってしんどいとかっていうことも大変だけど、コロナがあることによる、その行動の制限っていうのをこうもろに受けてるので、その、コロナそのものにかかって症状でしんどいっていうこともあるし、それによるっていうのはかからないけど、
精神的苦痛っていうので、だから実際さ、僕も関西の方に住んでますけど、関西大変よマジで。あのもしかしたらそのヤフーニュースとかでもっとあるのかもしれないけど、あの東京関東地域で起こっている人身事故の報告、ニュースの報告よりもなんか関西で起こっているニュースの方が多いんよね。近鉄奈良線とか JR 京都とか神戸とかね、地下鉄、地下鉄はまあ時々かな、でも南海近鉄 JR がめちゃくちゃ多い印象がある本当に、うん、そんなとこなんだよね。ここねしばらくね、なんか下で勝手に戦ってるのをこうぼーっと見てるだけだから、すごい暇なパートになっちゃうんだよね。まあいいや、ちょっとのんびりしよう、うん、ちょっとここまで激しすぎた、のんびりしましょうよ。そうそうそう、だから僕も何回かもろにその影響を受けて、でなんだろう、一番ね、その一番自分が仕事で使っている路線で、そのたまたま止められた駅がその周りにな他に何の線もないみたいな、だからそこでただただぼーっと70分80分立ち往生せざるを得ないみたいなこともあったりとかしたんで、まあね。でしかもさ、あの一番何がえぐいって、その飛び込んでくるわけじゃないですか、走ってる電車にね。で走ってきた時にその運転手さんがもろそれをバーンって来るわけです、影響を受けるわけでしょね。ってなったらさ、もういろんなものが見えちゃうわけじゃないですか。もう 何がっていうのはちょっとあまり公言はしないですけど、あまりグロテスクなんでね、 それこそ今やってるようなバイオの世界みたいなもんですわ。 あいつどこ行きたいの、何してんのなんであそこで何してんの彼は。まあいいやっていうね状況なんで、本当にね運転手さんの心のケアが大事になってくると思いますよ。まあそので別に飛び込む飛び込まないっていうのはもうその個人の人生のあれなんで、まあ、いかんともしがたいっていうのはあると思いますけど、ただやっぱりね自分でその決断をするんだったら人に迷惑かけちゃいけないんじゃないかっていうのはありますよ。それは生きてて迷惑かけちゃいけないっていうのもあるわけだから。ただそうだね、なんだろうな、わかんないですよ、わかんないですけど、こう今まで人に構ってもらえなかったとかね、なかなかこう注目してもらえなかったっていう反動があって、最後その死を迎える瞬間だけでも自分の意識はないけど、あの周りにまあちょっと注目を浴びたいみたいな、そういうあれがあるのか、まあそれともまあなんだろうな、確実に死ねる方法だからっていうので選択肢としてやるのかもしれないですけどね。なんかだってやっぱり首吊りとかだったら、あの運が良ければね、あの生き延びちゃうみたいな人もいるみたいですけどね。まあその死刑の方法だったら確実に死んじゃうけど、うん、まあそんなもんよね。まあ、本当にすごいよ。あのただまあその日本でいうと一時のピークに比べたらまあ自殺者数っていうのはまあ減ってるみたいですけど、それでもやっぱりね目立つよ。で。なんか先進国の中でもこんなに自殺者の数が多いっていうのはもう日本以外他ないらしいですからね、うん、よっぽどだと思うよ日本の幸福度の低さっていうのは。まあ、確かにでも分かるよ、だから日本ってね本当いい国なんですよ。日本ってめちゃくちゃいい国で、その公共インフラも整ってるし、その収入的にも安定し、まあ確かに税金は高い高いとかって収入に比べて高い高いとかって言われるけど、でもやっぱり治安もめちゃくちゃいいし、日本に、あの海外住んで日本に戻ってきた人がまず言うのは治安がいい、飯がうまい。飯がうまいってやっぱりね、その性欲、食欲、睡眠欲の三大欲求の大きい一つですから、飯がうまいっていうのは絶対大事なことなんだよね。うん、でまあそんな恵まれた環境が当たり前になってしまったら、やっぱり人間ってそのなんだろう、本能だけじゃなくて理性でも生きていく生き物だから、やっぱりもっともっとっていうのをね求めていくうちに、じゃあ今じゃ満足ができない、今じゃ満足できないってなってしまって、じゃあちょっとしんどいっていうことがあると、その幸せすぎてしんどいことがあると、やっぱりあのもう
一瞬で、まあ、お先真っ暗になってしまって、まあ、自ら命を絶つっていう選択肢とかね、あるいは心を病んでしまうっていうような状況になる。これはまあ理解できるかなとすごく思うんで、そこをね、やっぱりなんか人間って、だってさ、なんだろう。仕事ってさ、ノルマを掲げて達成してない会社ってたくさんあるんよ。僕、中小企業をメインに経営者の方とかと一緒につるむ機会がめちゃくちゃあるんで、すごいわかるんですけど、うん。達成してなくても黒字出せてるんですよね。で、黒字達成してるってことは、企業としては、ゴーイングコンサーン、永続していくことができるっていう、そういう話なんで、それができてるんだったら、もう企業としての役目を果たしてるから、社員とかも食わしていくことができるわけなんですよ。にもかかわらず、なんかもっともっとこれじゃ足りない、ノルマ行けとかって、じゃそもそものその目標の掲げ方が間違っているっていうことを、やっぱり、会社が自覚をしなきゃいけないよね。それを達成できたら、じゃあね、我々は幸せになれるのかとか、会社はもっといい方向に進むのかとかって言ったら、絶対そんなことないと思うんですよね。ノルマ達成したところで、これいけるんだったら、じゃあもっと目標を上げていいよなっていうことになっちゃうんですよ。それはね、目標高く上げて、もっと上を目指せ、もっと上を目指せっていうの気持ちもわからんでもない。まあそれが人間向上心なくなっちゃったら終わりですからね。だけど、向上心を高めることと、それによって不幸にさせるっていうことをリンクさせてることが大問題。なので、目標ってそもそも達成して、やったよかったっていうふうに思うからこその目標なんですよね。でも、今の多分日本の社会の多くの企業って、目標を達成したとき、やったってなるような目標を持っている会社ってほとんどないと思うんですよね。まあ、それこそフリーランスとか起業家とかね、まあ、なんだろう、個人起業家みたいな、うん、個人でやってる人が、あんなことできた、こんなことできたって喜ぶくらいのね。で、企業の社長とかがさ、その目標達成をしてもさ、苦言を呈してるくらいの会社がすごい多いんだからさ、うん、ってなったらもう個人で生きていくしかない時代になってきてるんですよね。考えたら、僕もそろそろそういう個人でやっていくことを考えなきゃいけないんじゃないかなと思うんですけどね。これってまだもうちょっと続くのかな？一旦区切った方がいいのかな？ちょっと一旦そしたら区切りますと思ったんですが、戻ってきました。多分すぐいける。もうこれ多分このチャプター終わりだと思うんで、最後までね、やりきっていきたいと思います。なんか、ちょっと暗い話になってごめんなさいね。はい。だからもう結局は自分の身は自分で守りましょうっていうのが、まあ一番いい着地点の話になるんじゃないかなっていうふうに思いますね。はい。お、スキーボード、何やったっけ、スノーボードじゃなくて、ジェットスキーだ、ジェットスキー。これもレオンのオマージュだよね、バイオ4のね。うん、じゃあこれあれから、倍速で動けるようになったら、なんかエイダ姉さんだけがブーンって行っちゃうとか、そういうあれなのかな。あるよねそれね。鍵ようあったな。まあいいや、じゃあ行きましょうか。はい、これチャプター終わりかな。多分ジェットスキー操作するシーンとかなかったよね。あ、ですね、ですね、7回、恐ろしい。はい、ごめんなさい。ということでね、本パートも最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。また次回パートでお会いできたら嬉しいです。ということで、お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。